皆さんこんにちは。今日はですね、このアバンティ S で、F3A のスポーツランに挑戦してみたいと思います。行きましょうか。パターンは覚えていらっしゃいますね。いや、一応喋らないと視聴者の方がわからないと思うので。そうか。言われないとね、何やってんのか多分わかんないと思います。名前がわからないので、ハンドローの人から下ってとか、そういう言い方になります。そういうでいいんじゃないですか。ちなみに俺も言われないと多分スプリットエースって何ぞやってるので。まずは角柱です。角柱ですね。角柱がいい。45度上昇、ハーフロールして戻ってきてください。で、ロールを2回。あっち行く。おやや。で、ストールターンです。で、宙返りを2回。垂直上昇して引き起こしてハーフロール、逆中2回。あれ、引いた。ほい。で、そのまま端まで行ったらハーフロールして下ってください。で、山なりのコブラですね。45度上昇、ハーフロール、水平伸ばして、で、引き起こして、直線出してハーフロール、引き起こし、はい、終了です。終了です。じゃあ着陸します。はい、今のは何点でしょうか。そもそも点数の精度をよく知らないんですが、採点方法がなんともスポーツマンであれば合格します。まあ最初から最後までぐちゃぐちゃでも投資でいったからいいかなと思ってみよう。じゃあ正規の活獄すべき着陸で。成功しました。